アドリアティックはホワイトスターラインが所有していた客船である。アドリアティックの名を冠した船舶としては初代となる。旅客船による大西洋横断で大成功を収めたホワイトスターラインは新たに2隻の旅客船の建造を決定し、アドリアティックと姉妹船セ,セルティックの建造が始まった。建造はハーランド,ンドウルフが担当し、 1871年10月17日に浸水した。1871年後期から1872年にかけて偽装工事が行われ、内装には当時最新の技術が取り入れられた。この時代の客室の照明は通常オイルランプであったが、アドリアティックの客室には当時はまだ新しかったガスランプが付けられた。また、機関には 石炭の燃焼時に発生するガスを動力とする世界初のシステムが導入されたが機関がガス漏れを起こすことが発覚し結局公開前にこの装置は取り外された。1872年4月11日アドリアティックは諸女公開としてリバプールニューヨーク間を航行した。この時の船長はホワイトスターラインの数々の客船の諸女公開を担当しており 1871年の客船オーシャニックの処女公開でも船長を務めていた。アドリアティックはオーシャニック級客船と構造が類似している。内部は一等客室と二等客室に分かれ、ホワイトスターライン独特の塗装で一本の煙突と四本のマストを持っていた。アドリアティックは当時ホワイトスターラインの6つの客船の中で最大で、 マストの本数が多いことで知られており、この評判は後にブリタニックが登場するまで続いた。アドリアティックは大西洋横断の定期便につき、処女公開から1ヶ月後、ニューヨークに向かう途中で速力14.52ノットを達成し、しばらくそれを維持していたため、アドリアティックは客船スコッティアの記録を破り、ブルーリボン賞を受賞した。 アドリアティックは何度か事故を起こしている。最初の事故が1874年10月に起きた客船パルティアとの衝突で両船ともに甚大な被害を及ぼした。続いて1875年3月にニューヨーク港で客船コロンブスと衝突し、コロンブスは沈没した。また、同年12月、セントジョージ海峡でハーベストクイーンと衝突した際、ハーベストクイーンが あまりにも早く沈没したため、アドリアティックの乗員はどの船と衝突したかさえ、わからなかった。また、この事故で、ハーベストクイーンの乗客は全員死亡した。そして1878年7月19日、GA パイクと衝突し、GA パイクの乗員5人を死亡させた。この時のオーバースピードと度重なる事故の影響で、アドリアティックに批判が集まった。 1884年、アドリアティックは改装し、新たに50室が二等客室として加わった。しかし1897年、老朽化のためアドリアティックは、大西洋定期便から外され、臨時のチャーター便として運行された。そして1899年、二代目オーシャニックが就航すると、アドリアティックは解体業者に売却され、同年2月12日、 プレストンにて解体された。ありがとうございます。